さて問題です。お、今日はこれで何をするでしょう。お、なんこれ、クロックの擬似か。下川チャンネル。改めまして皆さんこんにちは、下川チャンネルの下と川です。で、結局これは何なんですか。本日の企画はルーレットで決めたおすすめ編シール、集まるまでガチャを買う。こっちか。そう、ドラスタさんのガチャって当たりに絶対そのおすすめ編シールがついてるわけよ。そうなのよ。そうで、当たりカードによって1枚ついてたり、こんな感じでもうペタペタいっぱい貼ってたりするから、それをルーレットで決めた数、おすすめ編シール集まるまでガチャを買ってみようっていう企画。うわ、ってことは待って、これさ1から10まであんねんけど、10出たらシール10枚集まるまでガチャを買い続けるっていう。で、逆に1やったらワンチャンガチャ1回買って終わるっていう可能性もある。ワンチャンガチャからしますね。あると思う。まあ、ありよりのあり。じゃあここでシール何枚分出るまで買うか決まるんすね。当たりの数やからな。いきますよ。じゃん。5。うわ、中途半端な。いやでも結構多い。じゃあおすすめ品シール5枚出るまで買いに行きますか。高額プロも一発で10枚ぐらい貼ってないかな。ここじゃないかな。日本橋2号店の1000円ガチャ24パックでおすすめ品シール無事5枚集めることができました。ということで、おすすめ品シールのついてない20パック分の一番表面のカードたちでございます。まあお店的にはね、ハズレパックっていうことなんでしょうけど、けど打点クエルとかスコーラーとか単価1000円するカードも入ってたから、うん、ハヤブサ流とかもね、多分おすすめ品シールは1000円を超えるカードが入ってるパックってことなんじゃないかな。で、ちなみにこれは一番表面ですけど、その中にもですね、まあこの辺のカードたちも入ってたりするので、まあ基本的にはよくあるベリレア、スーパーレアが入ってたけども、こういうのもたまに入ってるというってこと。残りのおすすめ品シールの方も見ていきましょうか。これらがルーレットで導かれたおすすめ品シール。まあハズレパック見た感じ、多分一番表面しか期待できないけど、何があるか分かんない。まあプラスアルファ期待して開けていきますか。じゃあこのパーフェクトウォーターが見えてるのからいきましょう。まあ出た順でおすすめ品シールは1個。では後ろ、はい、ギリアール、はい、あーバラギアラね、ギアラ、そしてドンドドフェル、まあ、やっぱここが一番強い感じでしたね。じゃあ2つ目のおすすめ品は勝利の流星カイザー。当たり一覧を忘れてたけど、はい、一番の当たりはドラゴダイオ。おお、さすがにそれが裏に入ってるとは思えんけど。ああ、まあやっぱ入ってないですね。続いて、おー、オクトーパー。これは私 GP のデッキに入れてましたよ。だから負けたんじゃない。ふーん。してリオコマンド。あ、でも後ろも有料やね。ラストはクロスファイア。強い。じゃあおすすめ品シール3つ目、ビルヘルム。これが UGC のやつですね。いや、それがね、ビルヘルム、うん、タリーチナに入ってないのよ。へえ、そうなんや。変わってんね。普通に3000円ぐらいするカードや。ドクロデルス、グッドマッスルバウンサー、して、おー、キテルツシャフ。まあ再録されたからね。ラストは、はい、ビトラガッタ最新、そしてビルヘルム。やっぱビルヘルムですね。じゃあおすすめ品シールダブル、もうこれでラストでございますよ。ぶっちゃけビルヘルムが1枚でこっちが2枚って何の差なんやろって思っちゃうんですよね。だからミレーがこれ2枚入ってるっていうパターンあるんじゃないかなと。 GR やからみたいな。そういうこと。2枚セットで。そう、これは無茶がある。でもまあ何かしらね、入ってるかもしれないです。2枚貼ってるんで。クロックの時シール4枚貼ってて1枚やったけどな。ラスト見て明らかミレーとは思えないこの黒さですけど、ね、敷くかなかな。見ましょう。はい、フィリック・バッハ、そしてスマント川、新しいよ。そしてポセイドン・ザ・ゴールド。おお、デッキのやつか。ラスト、ここちゃう。どうや、シェム・パザーレ。ラストはミレーちゃんでございます。なぜ2枚。
本日はルーレットで決めた数だけおすすめ品シール集まるまでガチャをやった結果こちらとなりました。母さんこれ結果としてどうですか？特別買ってるわけでもないからルーレット企画は今日で終わりでいいんじゃない？もう一回で終わり？それでは下川先生の次回作にご期待ください。ということで本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければチャンネル登録そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上本日の下川チャンネルでした。銃とか出してたらドラゴ大王やったんかな。そういう問題か。